Ladies and gentlemen. 皆様、それではここからは国際交流の重要性について外交関係および将来の観光業という観点からお話しいただきます。まずカルダ・ケント氏、そしてJNTO の清野理事長、両方からお話しいただきます。清野理事長は2018年以降ですけれども、その以前にもさまざまな要職に就かれておりました。例えば JR 東日本の要職にも就かれておりました。そして現在の JNTO におきましては、パンデミック中の旅行の難しさをお迎え、そして2022年の観光客をお迎えするという重要なお仕事に就かれております。それでは清野理事長をお迎えください。私、すみません、日本語でありますので、よろしくお願いいたします。今ご紹介いただきました、日本政府観光局 JNTO の理事長で清野と申します。この日米国際交流観光シンポジウム2023の場で、しかも全米桜祭りの真っ最中に、アメリカの皆様方に日本の観光をアピールできるチャンスを頂戴したことと非常に感謝しております。実は私、4年前、先ほどの宿利、様のお話にございましたけど、4年前のこのまさに全米桜祭りの真っ最中に参りました。その時はもう京都はえらい違ってですね、寒くて、まだ桜は咲いてませんでしたし、寒くて仕方なかったんですけれども、今日は本当に暖かくて、しかも桜は満開でございまして、非常にいいタイミングの時に来させていただいたなと思います。で、先ほどポトマック湾の桜を見てまいりまして、それから全米桜祭り協会の平井さんに案内していただきまして、私どもが知っている、尾崎東京市長の話以外にもですね、そもそも当時の鎮田大使ですか、それからタフト大統領の奥様の話とか、それから多分その時に植えた桜がこの木ですよというの話を教えていただきまして、改めて感謝いたしますし、いいタイミングの時に来たなと思っております。ということでございますが、このイベントの中で皆様方にぜひ日本へ、立場上、日本ということを強調いたしますから、もちろん世界全般にアメリカの方は行っていると思うんですけれども、日本に、もっともっと来ていただきたいということをお話ししたいと思います。残念ながらその4年前の後から、いわゆるパンデミックになりまして、日本へのお客様の数はほぼゼロになりました。若干いらっしゃいましたけど、でそれがやはりやっと昨年の10月、全ての国々との間行き来が開始されました。遅いじゃないかとか、いつになったら開くんだと、特にアメリカの方なんかからいろんな、マスコミの方を含めて、いただいてたんですけども、私もどうにか、いや、とにかく動き出しましたということを、まだ完全に胸を張っている状況ではないんですけれども、しかしホッとしながら PR をしているところでございます。ここに書いてございますの、これはもう読んで字のごとして、国連の世界ツーリズムオーガニゼーションが2022年に採択しているメッセージでございますけれども、観光相互の行き来というのは平和のへの極めて大事なものなんだということを言っておりますけど、私どもまさにその通りだと思いますし、今のウクライナの情勢を考えますと、やっぱりどうしても観光は鈍ってまいります。日本でもアメリカとの関係は、幸いなことに燃料代を含めてちょっと航空料金が上がってました。これちょっとしんどいんですけれども、
ただ到着時間というのは飛行時間は同じであります。ところがロシアの上を前飛んでおりました関係でヨーロッパは3時間ぐらいオーバーいたします。運賃が高くなって、しかも時間が3時間オーバーするということになりますと、どうしてもヨーロッパの方々にしても、どうして行くならばこんな時間かかるならばというふうになりかねないと、日本からも同じだと思うんです。そういうような状況でありますので、もちろん一刻も早く侵略が終わることを願っているわけでありますけれども、と同時にやっぱり常日頃からの何ていうんですか、その草の根といいますか、そういう努力の中で、交流を活発にして、なんていうんですか、国民というか人々同士の交流を活発にして、行き来することがやっぱり平和のため一番大事だなということを一番感じ取るところでございます。さてパンデミック以前は南北に、すいません、日本はこのように南北に非常に長い地形であります。面積は非常にアメリカに比べたらもう何十分でも小さいんですけれども、長さは3000キロございます。これが3000キロですね。で、狭いところにぐちゃぐちゃってありますけれども、しかしながらこの中でこの赤の部分、東京、京都、まあ、富士山もあります。東京、富士山、京都、大阪、後ほどグラフが出てまいりますけど、2019年の当時でですね、一番ピークの時3200万人の方々が日本を訪れました。そのうちの約6割近くの方々がこの赤の部分に集中しています。でこれは京都、日本を代表する古都京都、それから経済の中心地であります、いや政治経済の中心であります東京、経済の中心でもある大阪、がありますから、ここに初めて多くの方がお見えになるのはこれは仕方ないと思ってるんですけど、リピーターの方々もどちらかというとここにお見えになる。で我々はそれは我々の努力が足りないというか、この北海道から東北、この四国九州まで広い中でですね、やっぱりもっともっと我々の日本側の PR というか努力をもっとしていかなければいけないんだろうというふうに考えているところ で今日はどちらかというとそのお話を中心にさせていただきたいと思います。なんだその観光地の案内じゃないかとお叱り受けるかもしれませんけれども、写真とともにその特徴などを我々がこれから進めていきたいと考えておることも含めましてお話をしたいと思います。これが、今から20年ぐらい前から日本への観光客の方の外国から来る方々の数であります。約600万年間です。年間500万人ぐらいだったのがわずか十数年の間に3200万人まで、広がりました。これはビザを緩和するとか、あるいはここに書いてございますけど、税金をですね、いわゆる消費税を、免税扱いを多くするとかということをやってましたけども、ここはもうパンデミックのおかげでここまで、まあ、ゼロと言いましたけどこんなに小さくなってます。で、これが日本とアメリカのこの年度ごとの数字であります。青の数字が日本、赤の数字がアメリカのありますけど、まあ、いずれにしては全部2021年にほぼゼロになりましたと。で、じゃあ我々これからどうしていこうかということについて、我々その3つ今までやってたこともでもあるんですけど、3つの観点から少し注意していきたいと思います。まず、まあ、世の中よく言われています、サステナブルツーリズム、これは当たり前といえば失礼しました、当然のことなんですけれども、その改めて、まあ、音楽で言えば通奏低音として流れるこの観光の中でですね、やっぱりサステナブルが非常に大事だろうと、これを頭に入れながら、念頭に置きながら、ツーリズムの仕事をしていくと。でそれプラス、
アドベンチャートラベル、これ最近アメリカにアドベンチャーワールドアソシエーションという大きな団体、すごい団体がありますけど、そこを中心にアドベンチャートラベルという、それからラグジュアリートラベルで、ラグジュアリーの方はですね、実は日本はまだまだ発展途上だと言われています。だからホテルもいい、なかなか自分たちが使っているホテルがないじゃないかとか、あるいはなんかそのなんて一味違ったものをもっと出してほしいとか、そういう要請があります。アドベンチャーって言います、私の英語力なんかでしますと冒険というふうになっちゃうんですけど、実は冒険じゃなくてアドベンチャートラベルというのはもっとその庶民的にも扱えるものだということになっています。でじゃあどんなものかということを次から説明してまいります。まずサステナブルツーリズムです。これはここに書いてございますように、環境を守り育てる、それから、ローカルカルチャー、地方の文化を育て守る、それから地方の経済を守り育てる、この3つをサステナブルツーリズム、我々の柱にしております。どんなことか、それすみません、アドベンチャートラベル、これはアドベンチャートラベルというのは一つのアクティビティ、ここに書いてありますようなラフティングでも、それから失礼しました、ラフティングでも、あれ、ラフティングでも、それから座禅でも、富士山の近くの、これ好きですかね、でも何でもいいんですけど、ラフティングは失礼しました、そういうアクティビティプラス環境ないし文化、そういったものを大事にする、それを経験すると、自分の力で、これをアクティビティ、失礼しました、アドベンチャートラベルと言ってます。でアドベンチャートラベルは、トラブルじゃトラベルですね、アドベンチャートラベルについて説明しますと、これはアメリカシアトルに本部がありますけれども、世界的に大きな団体としてやっております。実はこのアドベンチャーワールドサミットというのは今年の10月に札幌で開かれます。日本では一番大自然が残っているといわれる札幌、北海道でございますが、そこを中心に今のところこの会合だけで800人前後の方が世界からお見えるだろうと言ってますが、これを中心にこれから日本は、いろんなことを進めていきたいと考えております。3つ目のこのラグジュアリートラベルです。でこれは例えば焼き物とかそういったものを中心にですけども、その特別な名人、国宝級の方々の作業を 見たり経験したりしながら旅を続ける、あるいはこれは建築、東京の建築家ですけど、そのこの有名な建築家が作った建築を中心に、旅行してみる、これ流氷、世界遺産の流氷を見る、これは京都なんかのお寺の中を見る、こういった一味違ったものもこれも進めていきたいということで、これ先ほど言った、でじゃあどんなことを具体的にやろうとしているのかということをお話し申し上げます。これはこれからまずは最初はサステナブルでありますけれども、お城です。これ全部国宝級です。これは姫路城であり、これが鶴ヶ城、会津の鶴ヶ城であり、右側が松本城であり、左側、あれ、すぐ間違えました、ごめんなさい、左側が、熊本城です。これちょっと今の地震の影響でダメージを受けてますけれども、こういうお城を巡る、日本にはこのほかにたくさんお城ございます。これはいずれも復元されたものじゃありません。大阪城、あれ今日名古屋城っていうのはコンクリートで作って、つまり現れて見物ではあるんですけれども、これらはその昔のものまであります。こういったものが各地に点在しています。こういったお城、時は文化を見る、お城、旅行、これ温泉、これはまあ日本どこにでもあります。もう掘れば温泉が出てくるんじゃないかと言われるぐらいですが、右下、これは特別な温泉でございまして、お猿さんが入っている温泉です。人間が、アメリカの方なんか長野県にあるんですけど、こうお猿さんが入っている、お風呂に入っているのを見ながら、ほっとするとそういうような温泉ですけど、こういったのもあります。それから次は、日本の文化でありますけど、左側はこれは神社ですね、神様です。こちら側は仏様、日本の場合に神様と仏様っていうのが、混在してるおかしいじゃないかということを思うような方も、欧米の方いらっしゃるんですけど、いわゆる神様っていうのは日本人の昔からそれぞれの村、川、山、
それぞれの神様がいらっしゃったわけですけど、それが我々を守ってくれるっていう、そういう民間信仰ございますけど、それをベースにした神様、こちらは西暦500年代に入ってきた宗教であります、仏教ですね、永平寺の座禅であるとか、そういったものがあります。次はこれは、ものによっては2万年前にまで遡る古代の遺跡です。これはあの遺跡の上に想像してこういった建物が建ってたんだろうという縄文時代、平安時代の遺跡。それからこれはご存知かもしれませんけれども、我々は仁徳天皇のお墓というふうに教わったんですけれども、巨大な古墳であります。このような古墳を見る旅行もあります。これはその次はアクティビティーズ、ローカルネイチャー&カルチャーですから、アクティビティ、この田園風景を見ながら歩くと。でこんなことをやるがサステナブルツーリズムなんですが、今日は特に全米桜祭り最中ですので、桜のお話をしたいと思います。まさに東京は昨日今日が満開であります。ここがワシントンと同じで。で、桜はこの東京この辺ですけど、ここから北上してきます。4月末までの間に。これはご存知かもしれません。京都で奈良京都の吉野で、あの一目千本と一回で千本の桜が見れると、山に咲いている桜ですけれども、こういったのがございます。これはもう枯れてますけれども、その次、これは上野の忍ばずの池、まさに今咲いている最中です。上野公園の一部です。これは東京の皇居、右側が、右側が皇居ですけど、皇居の中のお堀の両側に咲いている桜です。次はこれは東北の福島に参ります。福島ってのは来年4月の上旬頃に咲いてくると思うんですけど、これはこの奥羽山脈がこっちにあるんですけど、この遠い面の方にこう桜が咲いています。これはもうちょっと北に行ったところですが、東北本線の貨物列車が走っているところでありますが、ここでこの川沿いに桜が咲いています。これ後ろは蔵王の山です。これは北上という岩手県のところにある桜、有名な場所ですが、それからこれは角野立で、最後これは鶴ヶ城が非常に有名です。弘前城が非常に有名ですけど、これは大体3月、少し早くなってますから4月の半ばぐらいが咲くだろうと思っています。今からまあ1月はあります。こんな桜がありますということですが、これ最後はこれ五稜郭という北海道の入り口、こちらから行った入り口にある昔 の明治維新の戦いの激しい戦いがあったところですけど、そこの桜であります。こういう桜っていうのはこれから日本の場合南から考えますと1月半ぐらいの間に見ることができますので、ぜひ、見に来ていただきたいと思っております。から同じ桜の裏返しなんですけど、もう一つこれは、紅葉です。今度北からもみじなりカエデが、色づきます。桜の逆ですけれども、こういったのをもう自然山歩きをしながら楽しむことができますということでございます。それから食べ物、食べ物といいますと、日本食といいますとこのような、京都料理、懐石料理ですね、とかこのようなお寿司、高級のお寿司ですけれども、なかなか我々簡単に食べられませんけれども、しかし今東京、こちらにも出てきてると思いますけど、このような回転寿司、もっと庶民的な、回転寿司というので、もっとたらふく食べることができます。あるいはラーメンですね、こちらにも来てると思います。このような食を楽しんでいただく、これは天ぷらでありますし、これは鉄板焼きですね、2級です。これは大阪あたりで有名な、たこ焼きという小麦でできているやつ、作ったやつですけど、このような食もございます。それから次はアドベンチャーの方に入りたいと思うんですけども、アドベンチャーはこの信仰の関係で山をこのようにお遍路さんというか歩くというのがございます。これは、琵琶湖の周りを回るサイクリングです。これが今アメリカの方で人気ありますけど、
芝波街道という本州と四国の間をに橋がかかってますけど、そこを芝伝いにサイクリングしていけるというルート、非常に人気あります。富士山の周りの、ハングライダー、それからこれは高知の方でやりますラフティングです。それから、これは三陸の方の海で行うトレイル、これは鎌倉雪、冬のこれ 雪で作った建物といいますか、洞窟の中で、ちょっと食べ物を作って食べる、これは蔵王の樹氷、スノーモンスターの周りのスキーであります。このようなことがございます。それから3番目がラグジュアリー、これは先ほど申しましたこれからということが大きいんですけれども、ただここに挙げてますが今商品化されているところですが、これ大津というのが愛媛県四国にありますが、この大津城にこのお城にです、一泊できると、今の公邸価格が100万円お二人100万円ですから高いんですけれども、しかし大人様の気分を味わえると。これは仁和寺、京都にある有名なお寺です。ここも お泊まりいただいて、特別な経験をさせていただく、このような商品が今に日本でいくつかずつ出てきてまいります。これからもっと増えると思いますけど、このようなラグジュアリー旅行を考えていきたいと思っています。でこれはあのラグジュアリーじゃないんですけど、この間まさにあのニューヨークタイムズに乗った盛岡でありますけど、あるいはここは京都、このようなその、いろんな要素が絡み合ってますけど、あのアメリカヨーロッパの雑誌からも非常に評価を受けたところ、このように挙げてきております。で、あのやっぱり先ほど言いましたけども、あの日本はですね1952年に JNTO、 私どもの全、組織の一番古い、ニューヨークに作りました。これその時の記念写真です。昔の着物で昔の写真ですけども、1952年、ですから戦争が負けたって、戦争終わった後のもう10年弱の時からも観光ということで動いてきておりますと。それから右側はこれは去年あの国連であったあの会議の時に岸田総理が目になって、でニューヨークでレセプションを行いまして、それでここで食を PR いたしました。このような形でやっぱりその我々からするともちろん全日本が失礼します世界の方々が大事でありますけれども、やっぱりその中ではやっぱり過去のいろさまざまな経緯から、アメリカの皆様方非常にこれからもウェルカムというふうに考えていきたいと思っているところでございます。とか非常に時間が過ぎてしまいましたけれども申し訳ございませんが、最後にどうしてもこれだけは日本政府の代わりとして申し上げてきたのですが、2025年、来年再来年です、これは大阪・関西万博というのが開かれます。もうこれはそのイメージでありますけれども、今中身が建設が始まりますし、ここは中身の詰めが始まっておりますけれども、もうあと2年です、大丈夫かいなっていう心配もあるんですけど、心配する人もいるんですけれども、間もなく間違いなくやっていくと、これが始まりますので、今年の秋ぐらいから PR あるいは前売り券とかも出てまいると思うんですが、ぜひこういうことも含めて日本の観光においでいただきたいと思う次第でございます。断片的な話で恐縮ですけれども、要はサステナブルツーリズムをベースにして文化あるいは自然を大事にする、そういうような旅行をこれからも我々は作り、皆さん方においでいただきたいと思っているということでございます。ということで、非常に散漫な話になってしまったかもしれません。ぜひとも、おいでいただきたいと思いますし、最後に、本当最後です、これが我々の事務所です。ニューヨークオフィス、それからロサンゼルスオフィス、それぞれございます。で、日本から来た係、あるいは現地の人、採用した人たちと一緒になって、いろんな情報をアピールし、あるいはお伝えしていきたいと考えておりますので、何卒これからも日本全体をよろしくお願いしたいと思います。非常に散漫な
飛び飛びな話になって恐縮でありますけれども、以上で私のお話を終わらせていただきます。ありがとうございました。